県内では今日新たに1,795人の新型コロナ陽性が確認されました。県は今日新たに1,948件の検査があり、1,795人の陽性が確認されたと発表しました。現在322人が入院していて、病床使用率は54.8％、重症の人はいません。自宅療養者は。 1>, 1万2702人ですまた今日県内の医療機関に入院していた70代以上の患者2人が亡くなったということです市町別では佐賀市で492人唐津市で275人今里市で160人武雄市で112人などとなっています年代別では40代が276人 10歳未満が人、30代が266人20代が244人などとなっています。